皆さんおはようございます、エミナノです。本日は平和島ボートレース場に、遊びに来ております。今回はですね、トランスワードトロフィー3都市対抗戦第3日目でございます。これからやるのが第9レース目なんですけど、 A2、B1、B2 の選手とかがちょっと結構入り混じってるので、面白そうなレースになりそうなので、早速予想していきたいと思います。頑張ります。ボート、ちょっと今もう満足感がすごいんですよ。満州当てて、もうツニ食べて、もう満足感がすごくて、でも9レース目も全力で予想していきたいと思います。とりあえずスタート展示です。4号艇めっちゃフライングだけど、めっちゃフライングしたから、あ、やべえ、次はめっちゃ絶対フライングしないぞって思って、ちょっと弱気に来る人も絶対いそうですよね。予想していきたいと思います。ボート、9レース目予想していきます。暑いよ。夜型人間の超引きこもりなんで、めちゃめちゃ辛いんですけど。今回のレースは1号艇が A2、 2号艇が B1、 3号艇が A2、 4号艇が B1 で、残りが A2A1 選手。みんながどんぐらいどんな感じで予想してるのかちょっと見てみよう。やっぱ1号艇がやっぱ人気だね。1が人気だ。1、3、4とかがすごい人気ですね。3頭で3、5、6、まあ1も入れたいな。1頭変えますか。固く人気ですもんね。いや、1頭で買おう。で、エミナナボックス1と2と4を足して7なんで、エミナナ買います。ボート、よし、買っていきたいと思います。ほい、買いました。はい、ということで船券に交換してきました。エミナナボックス、あ、名前出てる、選手の名前が出てる。3頭ですね。なんかちょっと固めですね。3頭の1、2、5、6、全1頭、1頭の2、3、5、6全1頭だとワンチャン満州があった気がするんですよ。当たったらいいなと思います。それではレース見ていきましょう。エミナナの初心者講座その2。およそ1600人いるボートレーサーは、その勝率によって A1、A2、B1、B2 の4段階にランク付けがされています。もちろんランクが高い選手ほど上手いと言えるので、予想する上で重要な要素に。ちなみに女性レーサーは全レーサーの中のおよそ1割を占めているそうです。ボート、さあ始まりますよ。動いたよ、動いたよ。あ、3が良さそう。3がいい。3、買ってないんだけど、2着4買ってないんですけど、うわー、今3、4、6だね。いけ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 。3、4、6、うわー、買ってないよ。やっぱ3号艇の外側だから有利って言ってましたもんね。なんで4買ってないんだろう。ボート、ということで第9レース残念でした。3頭
まで買ってたんですけれど、4切っちゃってて、当たってたら79倍ぐらいだったんですけど、まあ残念なんで、次のレースではもう当てて、ちょっとモチベーションもね、ちょっと上げていきたいと思います。ということで、動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画もぜひ見てください。お疲れ様でした。はい、今回も動画を見ていただきありがとうございます。次回の配信は10月の14日月曜日になります。今週も皆さん頑張りましょう。ミナナでした。